どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク最強降臨ムツキ討伐クエストの A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。今回の最強降臨のムツキなんですけど、ルシマ編ですね。ルシマ編のムツキで、トルソーにいじられる前なんですけど、イラスト的にはスキルのセリフが時間を稼ぎますで、オールと対峙した時のね、セリフだと思うんで、今回はオールを軸にっていうか、もう前衛オール一人なんですけど、置いて戦っていきます。で、まあ、オール負けそうになるんですけど、その時にね、ムツキのカグネからアキラがオールを守るんで、まあこうやってね、公園にアキラ置いて、ムツキのターン中にはちょっとアキラを前線に出しておこうかなという魂胆です。では行きましょう。今思ったけどロード画面変わったよね。かっこいいよね。ストーリーチックになったよね。逃走の説明とか、まあ、とりあえず最初の形態のムツキはサクッと倒して、で、こっからだよな。オール、1ターン目でシフト全部使わないと、オールのスキルって相手のターン中は前衛アキラで肉壁になってもらうって、もう言い方悪いけど、そうするとね、っていうか相手の武器耐久値多すぎる剣について、やばくないか？これ削りきれんのかな？相手の武器耐久値が多すぎる剣について。で、このアキラなんですけど、おっと、充電が。このアキラなんですけど、あれなんですよね。ジュークレンド見てもらったら分かると思うんですけど、ゼロなんですよねなかなかね、フェスで当たってくんなくて困ってるんですけども。さて、相手の武器耐久値今ちょうど10かな。で、これでオールが武器耐久値マイナス10っていう、かなりゴリゴリ削ってくれるので、これ削って相手出血状態で、オールの流血の迫撃 GS が出ると。で、これのスキル残しておかないと次の段削れねえからな。残しておくか。もったいねえけど、アキラを出して、アキラマジで死なないでほしい。守ってくれ。てか、相手まだ覚醒してねえな。ここで確認出してくんのか。お、出してきた。やばい、守れ。オールを守るんだ。守ってくれ、頼む。いいぞ。死ぬな。あ、これ待って、防御力 0.5 倍と書いてない、今。あ、やべ、死んじまった。あ、これまずくねえか。というわけでね、まあ負けると、まあやっぱりね、ムツキを止めるのはクインクさんかなと思って、ちょっとあれはダメだったね。さすが最強降臨といったところか。クインクさん、初期クインクさんで来てみたんですけど、あ、スキルがな、よく使ってたサイコとハイセぐらいしかわかんない。あと、ウリエはなんか自分の防御力を 0.1 にする代わりに攻撃力を 2倍にするんだっけ。なんかそんな感じだって気がする。これハイセイが武器耐久値削れるのにさ、ハイセイの後ろ誰もいないんだよね。どうしようかな。ちょっとね、見させて。スキルはこれは、武器耐久値ないね。前衛ガードレス 20% 敵対攻撃力 0.7 倍か。いいね。武器耐久値をね、削ってくれるキャラクターがいないんだけど、ちょっと待ってくれよ。これハイセイしかいないじゃん、武器耐久値削れるキャラが。うわー、これブレイクできねえな。最高のスキルを打つしかねえぞ、これは。とりあえずね、全員で削って、これ最高一旦でたまるかな。さては、あー、たまんねえか。まあいいや、ここはシフト使って全部使っちゃうことになるけど、サイコで防御力を上げて、いいね、このクインクスハンの並び。クインクスハン好きなんですよね。このフェスゲンのムツキを引いて、やっとね、クインクスハン初期と誕生日とカグネ出したバージョン全部ね、揃えることができたんですよ。あれ待って、ハイセイってなんか防御力ダウン無効耐性みたいな、うわ強っ、持ってる。さては、で、このターン確実にブレイクしていきたいね。で、あれだな、ウリエのスキルを発動させるかどうかだな。そんな火力出んのかな、ウリエって。いいね、いいね、いい、よくねえよ、全然減ってねえじゃねえか全然減ってない剣について、働きます。ちょっとウリエ発動させてみようか。赤いね。3体の攻撃に2倍するから、自分の防御力が 0.3 倍ね、 0.3 倍、 1.2 倍の6連ダメージ。待って、全然食らってないんだけど。
これあれかピンチってやつかもしかして。ハイセンに試さすか。ウリエは弱点属性だし、まあ早々に消えてしまいそうだけど、ちょっとこう残しておこう。スキル初手からスキルしたいね次は。でハイセンに溜まってほしいんだけど、流血状態きつい。しかも敵単体麻痺ハイセン、これはきつい。あでもあれか、麻痺はくれてないのか。あ待って行っちゃった。これきついな。 1.2 万円10連ダメージ。まあハイセンに試さす方向で、シラギンのスキルを打ちの味方性の防御力 1.5 倍いいね。サイコがでもサイコ何倍だったっけ。サイコも 1.5 じゃなかった、 1.75 とかかな。ここはハイセンにスキルを打ってもらわないと。打てるかこれ、ムツキ出すか。先生が到着するまで、もう到着してるんだよな。オッケーオッケーオッケー。あやべ、まだ2個残ってないアタックポイント。油断しない。待て待て待て、やっとさ4分の1ぐらい削れたんだけど、きつくないかこれ。普通にきついな、全然減ってくれないんだけど。これ耐えれんのか、サイコの回復ないしな。やべ、カグネ出してからが本番だもん。だってい、やーなかなかきついか。やばい、死なないでシラギン。オッケー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 。んで打って、あーめちゃくちゃ回復したいんだけどめちゃくちゃ回復したいんですけど。あーやっと半分、まだいってないぐらいだね。ムツキ打って、アブなんだっけ、アブクソルだっけ、クイーン系の名前。なんかね、そのもう一個の方のヨモさんとあの戦ってた時のね、クイーン系がなかなか思い出せないんだよね。名前が夕方クインテットみたいな、白のクインテット、夜のクインテットみたいないやー半分は削れたぞ。だがこのターン厳しいよな、このターン厳しいよなマジで。多分ハイセいっちゃうんだよな、シラギンもいっちゃうと思うんだけど。だからここでスキルをぶっ放しておく。油断しない。これいやー、いや、うん、ムツキを出そう。これきつい、全員死ぬんじゃないか。さてはは敵前衛攻撃いて、お、負けるね、負けるね。さすがにこいつらなら止めてくれるだろう。クインクスハンカグネバージョン、さすがにこいつらなら止めてくれるはず、信じてるぜ。さあ、今回のムツキも一応入れてきてますね。熟練度は 20% なんですが、武器耐久値削れるのが、確認しよう。なかなか使わないかな、忘れてるんだな。第1段階、カグネ出す前でもこいつは4削ってくれるね。しかも敵の攻撃力 0.7 倍にしてくれるっていう、かなり優れものですね。こいつの武器耐久値マイナス3削ってくれるが、ウリエはさっさと覚醒してしまいたい。あー危ね、バッテリーが、これはまずい、さっさと決着をつけないともうずれっと通ってるからバッテリーがさ。じゃあ知らずに試さそうこでいくか。暴走排水は持ってないんでね、武器耐久値を削るあれを。いや相手水属性だから、サイコもあれだね、いいね。ぶっ刺さ、お待て、お待て、お待ってくれ。これっていうか、これ武器耐久値こいつ
削っても無月が浮き耐久値 多すぎるせいであれだブレイクできねえじゃん。やらかしたわ。シフト全部使っちゃうけどこうサイコに変えて、そうだな、1個目のスキル打ってバフをかけよう。ガード率 40% アップ。いやこれは仕方ない。あー無月のスキル打って、でもあれか熟練度上げてないからそんなあれなのかな、回避はかけられないのか味方戦に。あーこれきついんだよな攻撃力。え暴走ハイセ君暴走ハイセ君大丈夫ですかあなた嘘だろおい。あいつの攻撃力をとにかく下げたいところであるね。これ削ってなんぼ削るんやっけ。白銀なんぼ削ってくれるんやっけマイナス4ね。ジャストじゃん。あーうねー、ジャストだったわ。でこれで売り絵のカグネを出していこう。なんでこんな厳しい戦いしてんだシフトは切れました。でこっちの攻撃力下がってるし、あいつは攻撃力高いけどまあ 0.7 倍にしてるっちゃしてるから、出血しかも麻痺。待って白銀死なないでおくれ。こうサイコ出したいね。ここはシラーズを下げてサイコを覚醒していく。ニョキニョキニョキ、まあたまんねえよな。お、売り絵がたまったけど、これ武器耐久値どれぐらい削ってくれるんだろう。マイナス10か。でも届かないだろうな、一発だしなこいつ連撃じゃないんだよ。連撃だったとしても あれだと20連しなきゃいけないのか。サイコ頼みの綱なんですが、サイコのブレイクバーストが頼みの綱なんですがじゃあここあれだね、サイコにブレイクさせたいが、やべえやっちまった。まあ迷ったんだよな、今迷ったんだよね。ちょ誰でブレイク、あーくそ、知らずでやっ、知らずじゃねえ、売り絵でやっちゃった。これさ、サイコのブレイクバーストかかってたらもっと火力出たいな。ミスった、マジでくっそ悔しい。いけーロマンホードカン全然食らってんだよな、有利属性の技なんだけど攻撃力下げられてるからか。いやー無月出して、回避させたいね。いやー最後の鐘溶けちゃって、こいつ頼みの綱だったんだけどな、どれぐらいぶっ飛ばしてくれんのか。こりゃまずいよ。もうあれだな、次たま最後たまったとしてもバフかけるのやめるか、自バフをかけるのやめよう。多分最後これ全員ずっと出してても大丈夫だよね。あやべ、1個目のスキル使っちゃった。これ速攻覚醒させるつもりだったんだけどな。まあいいや、売り絵を出すか。そうだね、このターンもなんとかしのぎたいな。売り絵が死なないでほしいんだよな、頼むよ。あこれはや今ちょっとあれだわ、諦めた。お疲れさん売り絵。いやむつきさん、オッケーオッケーオッケー、そっち行ってくれてありがてえ。なんとか最後のカグネを解放して、このターンはブレイクさせたいね。これ溜まってくれないかな、溜まってくれないね、これ溜まってくれないね。これで武器耐久値を下げて、武器耐久値じゃねえわ、あ武器耐久値も下がんのか。 OK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 
ムツキスキル溜まる？溜まるのか、ちょっと待ってね。ムツキの1個目のスキルを見たい。 1.5 倍の6連ダメージで、覚醒するとスキルゲージ2倍だよね、確か。あー、これなー、多分覚醒してもここのターンでやられそうなんだよね。だから1個目のスキルを打つ。あとは最高にかける。あー、頼むぜ最高。これぐらい削りきれるかな。まあ公園に下げてるし、若干回復して出てくるけどね、次からは。いや待って、ムツキ生きてんだけど。なんで、うわ、避けてくれ。それ避けてくれてたら勝機が見えてたな。これアタックポイント7じゃ多分あれだよね、たまんないよね。あと1回、あと1回たまればどうにかなりそうなんだけどな。くっそ悔しい。これでも負けんの。マジ？